暴いてやる。さて、力の差が実感できる戦いだったわね。はい、皆さんこんにちは、ピカです。ペルソナ5やっていくよ。はい、双葉の心を盗め、研ぎ澄ませ。 X デーまであと22日。まあですね、SP 回復する大機構のやつね、買ってから、まあパレス攻略も結構ね、SP の心配はほぼなくなりましたね。よし、こちらの先生だ。よし、こんなもんでへばって。まあオートリカバーもね、何回か結構できるんでね、あれですね、アイテム、回復アイテムもそこそこ消費できるような感じですね。まあ今からペルソナ5とかやられる方にぜひ大機構のね、アクセサリー感じるぞ、おすすめですね。オッケー、この台座にあの弾な仕掛けんのか。この台座前にも見たな、アヌビス像の持っている弾をはめたやつだ。あれ、さっき取ってきたよね、アヌビス像が持ってたやつ。早くはめてみようよ。はめよう。よっしゃ、すごいな、光の床が上がってきたぞ。あの上を通れるのか。渡ってる間に消えたりしないよね、ちょっと怖いな。大丈夫だ、行くしかないんだ。行けー。え、こっち来たとこか。どうなってんだこれ。道全然わかんない。どこだ、大マップ。まあいい、わからん。来たとこには間違いない。まあとりあえず研ぎ澄ませ。正体を見せろ。よし、よし、こちらの先生が声が配当したことが。あれ、まことにあれ、大機構のアクセサリー透けてねえんだな。
これはちょっと失敗だ。いい加減つけなくては。ユウスケにつけ、代わりにつけたんだ。ジョーカーすごいじゃないか。これで終わりだ。決まったぜ。よし、完勝ね。このまま進みましょう。待て、そしたら、まあそしたら誠とユウスケ交代してみっかっていうけど、あのライオン出たらね、ライオン出たらあの銃撃か、核がウィークなんだよね。だから今ずっとね出てないから、パレスから銃がもうないんだよな。ということはやっぱあの誠に続いてもらって、であれだ、装備を変えるしかねえ。ユウスケのこれをこれにして、で誠にあ、誠の攻撃力なんか強いかと思ったら力についてるんだ。よし、大気候オッケー。今あの犬皮剥いでからな。なに、俺先に丸ボタン押したんだろ。なに、くそ、我が輩華麗に爆発だ。よし、まずはあいつなんか洗脳みたいになってっから OK で核だ。よし、頭出さんかい。外した。うわ、くそ、外した。なにね、殴り殺しだこいつ。あー、いいわ、やっぱりこれ使え。はい、どうして、どういうことだ、なんかムカつくこのサーブ。ぶっ殺し、殴り殺しだこいつ。よし、鮮やかな勝利だ。よし、まあこんな、お宝ある。狂気のベスト、ベストはリュウジかな、これか。オッケー、いいぞ。燃えてきたぜ。で、こっちか、こっちか。近くにありそうだ。オッケー、セーフルームか。探してみないか。探してみようぜ。どこだ。お、新しいセーフルームだな。書くか。
分かったわ。感じるぞ。おっと、待った、あいついいんじゃねえか。あ、双葉だ。迂闊に近づいてまたひでえ目に遭わされちゃたまんねえぞ。どうする、このまま進むか。一旦待て、うん、他行けるか。他はでも行けそうもねえぞ。あっち側行けんのかな。あっち側も左上の方も赤色なってるけど、何か行けそうもないもんね。どこかに、こっちから行けないよね。うん、やっぱ住むしかなさそうじゃ。まあセーフルーム近くにあったっていうことはボスか、ボスなのかな。あ、住め。分かった。オッケー、一応注意して進みましょう。遅い、死んだかと思った。んだよそれ、十分死にかけたわ。おめえ敵か味方かどっちだっつうの。本当に分かんない。でもあと少しだ、お前が死ぬまで。あ、またスカルがいじめるからじゃん。余計なことをしてくれたもんだな。俺かよ。神聖な場所で騒ぐのは誰だ。ここは王母、王の眠りを妨げる者のことは何人たりとも許されぬ。く、今さら退路もないわ。やるしかないわね。なんか弱点、あ、風。オッケー、よし。で、バトンタッチでござんす。はい。え、お前はマハフブじゃ。待て、いや、どうせなら全体の方がよかろう。全体の方いいよな。あれか、これでいっか。これでいいわ。いただいている。ウィークだよね。ウィークじゃねえの。あいつ電気だったか。クイーンがネズミ状態だ。これで手を出すの出るぞ。あー、まだ甘いしね。バトンタッチできねえの、できねえか。あのネズミ状態ちょっと勉強したい。どうやったら回復するのか。状態異常か、ステータス、これ違うよな。状態変化だよね。まずアイテム勉強していかないと本当わかんないから。ステータスの低下を、ステータスの低下を元に戻すやつ使ってみっか。これなのかな。これ聞くか聞かないかちょっと勉強だ。これ使う必要ない。ほら、違うな。ここでペルソナだ。ガルーラ、意を締めてくる。あれはだからどうやって状態異常直すかちょっと分かんないな。調べればいいんだけど調べ忘れるんだよね。氷野郎が来たか。
嘘だ。疾風が弱点。こいつの弱点は氷結属性だな。やってやる。まず疾風であいつやっといた方がいいわ。あいつは本当強いから。ガルーラだけか。マハガルはないのか。まあいい、お前だ。よし、これで、ああ、これでまたペルソナチェンジできねえんだな。え、あいつ、ああ、そっか。まあこう行動を託して、よろしく、頼むぜ、ユージ。やって、すげえなあいつ。マハガル、ゾロ、弱点にヒット。これなら大したもんだ。よし、オッケー、ガルーラ、やれ。これで終わりだ。終わったぜ。くそ、なんだっつんだあいつは。少し落ち着いてよ。カッカしてもいいことなんてないわよ、ウプムシみたいに。うせ、もう少しだと言ってたな。このパレスも終わりが近いのかもしれん。とっとと行こうぜ。お宝ねえの。ない、ない、ないっす。研ぎ澄ませ。これはお宝だ。研ぎ澄ませ。こっちには何かある？何これ？え、こっち、こっち、こっち行ったっけ？行ってないよね。飛び降りたらまたちょっと回ってこないといけないんじゃないの？こっちはいけねえのか。ならこっちか。え、あれ、待て、こっちか、こうか、こうだな。うっそ、いけねえ。だと思うんだけどな。まあ登れるからいいか。え、ここ行ってねえのか。あっちに弾入れたんだ。こっち行ってねえんだ。こっちさ、弾ないのか。もう一個、これって前にもあったよね、アヌビスの弾ね。あれを、またあれを入手すればいいのか。よし、探しに行くぞ。ってどこ行くんだよ。行くとこねえだろ。ないか。感じるぞ。行くとこないのか、あれを取りに、また取りに行くのか。研ぎ澄ませ。感じるぞ。
りあえずこれ登って、どこかに、こっちなんだろうけどね、まだ行けねえってことなんだよな。こっちか、こっちだな。あったあった。これあれだね。行ってないところ、赤のちっちゃい赤の点で今なってたけど。正体を見せろ。気をつけて地図も見ないといけない。よし、こちらの先生だ。自分の実力は怖いな。眠ってくれ。あ、眠った。よし、ふっくらさ、ふっくらさ、129まで登ってきたな。もうちょっとためろ。そしたらお前は邪魔だ。やれるな。どんというやつか。あ、違った。バキューン。よし、よっしゃ。ああ、ぶっ殺したんだ。すげえ。ぶっ殺した上になんか強奪してもらえもん。やったらんかやんと。リュウジがレベル36か。よし、弾取ったから早速はめてくるぜ。ふむ、何度見ても壮観だ。お前さ、やっぱちっと変わってるよな。これで、あれはなんだ、石あるえ、あ、これバリスタの起動したスイッチだ。じゃあこっち行けばいいんだよね。これでいけるようになったの。まあ、いけるわ。オッケー、いけたぞ。よし、宝箱。よっしゃ。あ、お宝あっかないな。よし、行くぜ。よじ登り。あ、これ建造物って
ユースケが感動してたとこだな。ジャンプ、ちっちゃいジャンプ、行くんだ。またこの画像か。ないな。よし、そしたら早速絵を合わせよう。ねえねえ、ちょっと何これ、全然わかんないんだけど。あんたの頭の中と一緒で、これは完成させるの難しそうね。ウプ主の血の地図でできるかしら。うるさい、何これ。選択だけね、回転はないんだね。なんだこれ、さっぱりわからん。あ、回転できるんだ。はい、見本はないの。見本は、縦か横かも分かりません。さっぱり分からん。同じ文字がこうなの。なんだこれは。これはもしかして、これはこうなって、こうなってこうか。 OK、 なんかこれ外枠みたいなのできた。ということはこれがこういう感じ、こういう感じになっちゃうんだよね。これね、こうなっちゃうんですよ。これがそしたら足なんだから、こう来て、これがこう胴体でこう来て、でこれがこうで、これがもう顔がこうなってるから、これがこうなって、そしたらこれは揺るがないから、揺るがないぞ、揺るがないから、これがちゃいます。これがこうなって、あれ？でこれがこっち行くんだよな。こうあれ？回転だ、こうだ。ということはだ。こうでござんす。でこれがこうなって、これがこうなって、これがこうなって、これが、え？これ回転したらおかしいもんね。これは合ってるよ。これこのレバーだから、この位置関係は一緒だと思う。ただ左か右かだけだよね。待て、これこうか、こういう感じか。待って、これ1,2 はー、なるほど。ずれてない絵が下にあるぞ。わかった。わかります、皆さん。左のやっぱ枠、チョコレートみたいな枠ありますよね。下一番、絵の一番下ずれてませんよね。女の子の、多分双葉でしょうけど、女の子の足が今ここでマッチングしましたよ。ということはやっぱこれはこうなんだな。
で、これがこうなんだな。オッケー。でですな、これはこの機械、この機械と、あー、これがこういう感じなのか。こうか。これはこうだな。よし。で、これがこうなのか。こうなって、で、これこれが、まあ、この外枠は一緒、これで合ってると思うから、なんかごっちゃごちゃな絵だな、これ。これが、これとこれかわしたらダメだもんね。逆か？こうなのか？違う。こうか？あ、こうだな。で、これが逆さか。こうか？こうだ。オッケー。椅子なんだ、これ。なんかの、器かと思ったらね、全然器に見えない。言ってんの、椅子だよこれ。どうだ、やった、これで完成ね。子供が母親の服を引っ張っている。少女の声、お母さん、また私いつもご飯一人になるの嫌だ。コンビニの弁当ばっかり。どうか行きたい、連れてって。甘えてるのは双葉ちゃんだよね。わがまま言うんじゃないの。歯食いしばりなさい。ビンタよ、お母さんだって頑張ってるんだから。ああ、もう、随分怒ってたね。遺書で言われてた育児ノイローゼ。子供が甘えるのは当然だと思うけどな。けど、でもよ、寂しい子供時代だったんだな。これが積み重なって自殺の原因になったというのか。私は死ぬべき。え？私が殺した、だから墓場にいる。死ぬなんてバカなこと言わないで。死ぬ、双葉ちゃん。急に塩らしくなっちまったぞ。ツンツンキャラどこ行ったんだよ。心が弱っているのか。早く助けてあげないと。だけど、これってなんだ、これってなんだ。大扉。おい、開かねえぞ。どっかに仕掛けがあんのか。あれ、この扉見覚えがあるな。あ、双葉の部屋、それだ。なんで開かねえの。誰も立ち入らないという認知か。よくここまでたどり着いたな。この先は王の間だ。だったらこの先にお宝あんのか。そうだ。しかしここを開けるには私の許可が必要だ。じゃあ開けてくれよ。私は開けられない。招き入れてもらえ。
なんでだよ、お前のパレスだろ。モナ、どういうこと？シャドウは双葉であって双葉本人じゃない。現実の双葉の許可が必要ってことだ。つまり双葉ちゃんに部屋を開けさせて中に入れてもらえればいいってことね。ここまで来たお前らならできるかもしれないな。一度現実に戻るしかないね。でも確かマスターが言ってたわ、絶対入れてくれないって。重度の引きこもりだったな。どうやって入れてもらう？迷っていても始まらない、やるしかないわね。それがあの子の望みなんだから。私も強引にでもやるべきだと思う。気合入ってんな。また忍び込まざるを得ないか。ジョーカー、決行日は任せる。マスターに見つかった時の言い訳考えといて。わかった。頼りにしてんぜリーダー。というわけでやることはわかったな。なんだ？あ、そうだ、予告状くれ。アリババが送ってきたやつ。そんなものどうするんだ？俺ら怪盗だぜ。予告するに決まってんだろ。開けたらお宝の部屋っつうならその場で渡しときゃすぐ取れんじゃん。クイーン、文面考えるの手伝ってくれ。しょうがないわね。こっちは任しとけ。お前は部屋にいつ押し入るか考えてくれよ。頼むぜ。よし。で、ここ行ったとこかな。ちょっと待って、ここ行ったのか。あ、ここ行ってるんだね。研ぎ澄ませ。よし、そしたら現実の世界に戻ろう。双葉に予告状出すのか。ここから戻れるよな。んじゃ、ちょいと休憩と行こうか。探索。ルートは確保済みだ。どうする、引き上げるか。引き上げよう。双葉パレスから現実世界へ帰還します。お疲れ様でした。やってやったぜ。そうね。今日も熱帯夜か。早く涼しくなんねえかね。予告状は用意したぜ。早っ。草書くのこれで4回目だからな。文面考えたのほとんど私だけど。細けえこと言うなって。ほんと調子いいんだから。あとは双葉の部屋にいつ乗り込むかだな。そこはほらリーダーに任せましょう。調子いいのはどっちだよ。そう言ってもこればかりはね。
実行する以外選択肢がないからな。任せたよリーダー。だってよ、大変な役目を押し付けられたな。まあ考えても仕方がない、やるだけだ。腹が決まったらいつも通りアジトで号令を出せばいい。おっと、とりあえずカレー作れっか。はい、そうですね。寝る。おい、ジエドの X デーまであと21日だぞ。まだ予告状は出さないのか。まだ出さない。とりあえずだ。まあキーピック作りたいけど、まあ診療所、倒れないでね。はい。熱中症対策にはこまめな水分補給で、涼しい顔してるし大丈夫そうね。それで今日は何のよ。治験。まあとりあえず買い物がしたい。診察室にどうぞ。治験もできるのか。真剣な顔してるけど。そうだよ。それは効くかな。5個ほど買っと、10個ほど買っとけ。どうも。それにするの？これはあの。はい、どうぞ。状態異常とかなんかいいのないかな。それは効くかな。どうも。これも買っとけ。何あるか分かんないからね。それは効くかな。どうも。睡眠ね。よく眠らされるから、これは20買っとけ。はい、どうぞ。それは効くかな。どうも。よし、これぐらいでいいか。あとは武器屋をちょっと見に行きましょう。ま、武器屋は今度にして、事件お願いします。はいはい、何ですか。竹見は沈んでいる。あの子のことか。え、ああ沈んでいるから魅力もっと磨かないといけねえんだな。分かった。そしたらどこ行けばいいんだ。魅力だから、あれだよな、レストラン。どこだっけ。なんかいっぱい出てきて分からなくなってきた。渋谷のファミレス。
強が磨かれる。優しさ、魅力的な香りが、これください。プルルンフルーツティーお願いします。大盛りで。承知いたしました。少々お待ちください。まあ魅力はそう、まだしばらく上がりそうもないね。ランクアップよしなあ。まあ知見は今するべきじゃないってことだな。まあでも知性上がったら嬉しいんだよね。地域ね、これ上がることによって、まあビッグバンバーガーとか完食できる。そしたらまあ度胸もつく。まあ、度胸ついたら武器ね、剣、ハンドガンも強いやつもらえるんじゃないかな。ミリタリーショップでだったかな。よし、結局どうなってんの？進展ないけど。メジエドの方も全然動きないしね。何かどっかの会社の内部情報を流出したとか、ひょっとしてメジエドの仕業？怪盗団は何してる？どうにかしろよ。あっちいな。ただいま。リーク事件あったって？どこかの会社情報がロー難しいね、漏れたらしい。メジエドじゃないかってちょっとした騒ぎね。何の約束だ？約束と違う。ええ、期限前に動くとは思えない。小さなエラーみたいだし、これまでの事件と毛色が違う。そうなのか、メジエドと違うのかよ。焦ったぜ。今はこの手の話題に敏感になっちゃうね。怪盗団頼りの声もちらほら耳にするな。何か手がないかしら、探してみないと。そうだな。なあ、コーヒー入れれんの？やめておけ。そしたらカレー作れんのか？ということは。なあなあ。オッケー。カレーを作る。カレー作りは時間が経過しますが、SP が回復する特別なカレーが手に入ります。パレスの攻略に役立てよう。どうする？うん、作る。作って。戸締まり頼んだぞ。はい、わかりました。なあ。説明しよう。何？うん、よし。なんだこんな時間に。明日君のうちへ押しかける。この暑さだが君の家は涼しい。ちょうど読みたい本もあるし、何かあればすぐに集まれるだろう。都合が合えば一緒に過ごそう。ではさらばだ。明日はユウスケが来るのか。あいつ夏休みを満喫しているな。ああ、我が輩はもう寝る。俺もだ。
よ。おい、友達来てるぞ。ユウスケが来たようだな。下行ってみるか。まだだ。はい、それでは今回はここまでにしときます。ではまた次回、双葉の部屋に乗り込んでいきましょう。それじゃまたね。バイバイ。